アロハー YouTube! ジクラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、今日はですね、買取相場情報ですね。買取相場情報、はい、お送りさせていただきたいと思います。お願いします。はい、今日は新型 G クラスのディーゼルモデル 350D400D、こちらをですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、で、まあ相場なんですけれども、一応まあ4月以降ですね、まだ4月のタイミングではだいぶオークションの制約率もこう回復傾向に、なりつつですね、まあ4月がまあ進んできて、で5、6、7と、来まして、ここで相場の方がもうだいぶ落ち着いてきたというところでになりますので、まあ、それで久々にですね、買取相場の方も取っていけるという、そうですね、はい、ところでございます。はい、待っていました。はい、お待たせいたしました。はい、ですので今日はですね、まあ、今売却を検討されていらっしゃる方はぜひ参考にしていただきたいなと思います。はい、ではですね、早速 G400D から見ていきたいと思います。はい、 400D まず限定車の方ですね、新しく、新しい順の限定車でいきましょうか。はい、お願いします。はい、まず G400D エディションマグノですね。はい、こちらは2022年の、に発売された限定車なんですけれども、はい、こちらのですね、まず走行距離が500キロ以下のものでありますと、今買取の方で約、買取の方で2150万円から2240万円と、はい、なっております。はい、で走行距離5000キロ以下になりますと、買取額が2100万円から2180万円と、はい、なっております。で現状白黒とほとんど同じ相場感になりますので、はい、まあ、これも時期的なものだったりっていうので、もちろんこうシーソーのように、動いたりいう感じで相場になっております。はい、続いてG400D マヌファクトゥーはエディション、こちらは2021年に発売された、400D の限定車ですね。はい、まあ、カラーバリエーションは5つのカラーからと、内装も2パターン、ありますし、右左とありましてですね、本当に、種類が豊富に、仕様が豊富にある限定車なんですけれども、はい、こちらまず走行距離1万キロ以下になりますと、買取額で1770万円から1900万円と、はい、なっております。はい、続いて走行距離2万キロ以下になりますと、買取額が1660万円から1800万円と、はい、なっております。はい、続いて3万キロ以下になりますと、買取額が1550万円から1690万円と、はい、なっております。だいたい1万キロごとにこう100万円ずつ変わってくるような、はい、ところになっております。でこちら今お伝えした相場の、まあ、高い方はどちらかというとあのプロフェッショナルブルーのように、まあ、他のカラーと比べて少しやっぱり高いカラーのものですね。はい、こちらが、高値の方というイメージで持ってもらえばいいかなと思います。まあ、一般的な白黒でありますと、大体、まあ、この前真ん中から前半よりっていうような、はい、そういったところになっております。はい、では続いて G400D 通常モデルの方ですね、見ていきたいと思います。はい、まず2023年式の100キロ以下新古車の状態ですね。まず新3点オプションですね、はい、になりますと、買取額が1770万円から1850万円、はい、となっております。はい、続いて4点オプションですね。 G マヌファクタープログラムがついたものになりますと、買取額が1880万円から1940万円と、はい、なっております。はい、若干今左ハンドルのが高値つく傾向にありますので、まあ、どちらかというとこの高値の方は左ハンドルっていうようなイメージでですね、はい、思ってもらえればいいのかなというところでございます。はい、はい、では続いて2022年式の
走行距離5000キロ以下になりますと買取額が1600万円から1800万円、はい、続いて走行距離1万キロ以下になりますと買取額が1550万円から1740万円はい、という感じでございます。で続いて2021年式の走行距離5000キロ以下ですと買取額が1550万円から1740万円はい、で続いて走行距離1万キロ以下になりますと買取額が1500万円から1690万円はい、続いて走行距離2万キロ以下になりますと買取額が1450万円から1630万円はい、いうふうな買取額ですねとなっております。はい、400D のこの通常モデルですね、2021、2022と結構幅があるんですけれども、そうですね、200万円近く、はい、400D の通常モデルですね、これも、400D ですと、旧 AMG ラインと新 AMG ラインですねだったりとか、まあ、3点4点の違いだったりとか、あと右左っていう、ハンドルのですね右左っていうので幅が結構大きいんですけれども、まあ、特にまず2022からお伝えしていきますと、2022年新 AMG ラインとその旧 AMG ラインがこう両方ある年なんですよね。そうですよね。で今お伝えしたこの買取額の方のどちらかというとこの前半の方の、買取額の方は、旧 AMG ラインの3点オプションの、右ハンドルですね、こちらがこの前半よりっていう風に今なっております。で、例えば新 AMG ラインですと、これの大体50から100万円ぐらい、まあプラスの方、プラスで買取がまあ現状できるかなっていうところであったりとか、例えば4点オプションの G マヌファクタープログラムがついてるものであれば大体50からまあ80万円ぐらいは、まあプラスの買取っていうところになりますし、あと今ですね正直 400D 左ハンドルですねがかなり、リセールが好調になってまして、今右より左のがやっぱり高値がつく傾向が強いんですよね。で、まあその中でも、まあもちろん車の、状態にもよりますし、カラーだったりとか、まあマヌファクタープログラムですと、まあシートの内装カラーっていうのも6色からありますので、そういった組み合わせによってはこの高値の方になるっていうような、感じとなってますので、必然的にどうしても幅が大きいんですよね。うん、はい。ということは、はい、この例えば2022年の5000キロ以下ですと、はい、この例えばその左ハンドルだったり4点オプションのものが、はい、まあ、高値つきやすいと、その200万円の幅の中で高値つきやすいと。そうですね、まあ、その幅の中でもどちらかというともうその後半の方ですよね、まあ、高値の方の部類に入ってきます、はい、な、はい、という感じですね、はい、続いて G350D、マヌファクトゥアエディション、350D の限定車ですね、はい、こちらを見ていきたいと思います。こちらは2020年に発売された限定車となっております。はい、でこちらですね、まず走行距離が1万キロ以下になりますと買取額が1500万円から1580万円、はい、で続いて2万キロ以下になりますと買取額が1440万円から1520万円。はい、続いて走行距離3万キロ以下になりますと買取額が1380万円から1470万円。はい、いう風な感じでなっております。はい、では続いて G350D 通常モデルの方を見ていきたいと思います。はい、まず2022年式の走行距離1万キロ以下になりますと買取額が1330万円から1410万円、はい、となっております。はい、続いて2021年式の走行距離1万キロ以下になりますと、先ほどと同じ金額1330万円から1410万円と、はい、なっております。はい、続いて2020年式の走行距離2万キロ以下になりますと買取額が
1240万円から、1320万円、はい、となってます。続いて走行距離が3万キロ以下になりますと買取額が1220万円から1300万円と、はい、なっております。はい、続いて2019年式の走行距離が2万キロ以下ですと買取額が1200万円から1200万円から1280万円と、はい、なっております。はい、続いて3万キロ以下になりますと買取額が、1160万円から1250万円、はい、続いて走行距離が3万キロから5万キロの間になりますと買取額が1110万円から1220万円と、はい、いう感じで、350D は以上となります。はい、という感じで見てまいりましたが、今お伝えした買取額に関しては、まあ、あくまでまあ目安になってくるものになりますので、もちろん一台一台、ついてるオプションであったりだとか車のコンディション状態によってもですね、今お伝えした金額より、まあ、下回ることも当然ありますし、逆に上回ることも全然あるというところになりますので、まあ、一つまあ参考ベースとしてですね、だいたいこれぐらいっていうのを、参考にしてもらえればいいのかなというふうに思います。はい、で、あと、まあ、白黒、例えば、まあ、350D であれば3点オプションで、お伝えさせていただいておりますので、またこれが2点オプションであったりとか、まあ、例えばカラーも白黒でないカラーだったりした場合はですね、またそういった際は個別に、お問い合わせいただければ買取査定の方はですね、随時行っておりますので、はい、また買取査定専用フォームの方をですね、概要欄の方に貼っておきますので詳しく査定してしたいなと思われた方はですね、またお気軽にと、フォームの方をご入力いただければ査定の方させていただきますので、はい、お気軽にお問い合わせの方お待ちしております。はい、ということで今日はですね、新型 G クラスディーゼルモデルの、買取相場情報をお送りさせていただきました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。